ジョセフ・スクライブンは有名な産美歌を作られた人、作詞した人です。皆さんもその産美歌をご存知でしょう。イエス様と共にいるという人生を明らかに変えたものです。 Dia menjalankan kehidupan yang penuh dengan duka. Josephus banyak hal-hal yang dihadapi sebagai tantangan. 10 tahun berlalu sebelum pernikahannya しかし2度,目の病気2度目の婚約者も結婚式の直前に病気で亡くなりました。愛する者を失って悲しみに暮れていましたがそのような重い人生の中でイエス様が一緒にいらっしゃるという歌です。 <music> 慈しみ深き友なるイエスは罪とが憂いを取り去れたも心の嘆きを包まず述べてなどかをおそろさんの終える重荷を私たちが暗い時に思ったとおりに人生が進まない時にもイエス様が一緒にいらっしゃいます。 彼を勇気づけてくださったことはイエス様がいつもいらっしゃるということです。シャロン、伝道しましょう。私たちは消えることのない灯火について学んでいます。アブラハン・パク・ポクシによって書かれた救済誌シリーズの3冊目の本からです。 イエス様の最初の時期に現れる14世代、マタイの一章に書かれています。それについて学びましょう。ユディで私はユディ伝道師です。死を今日も与えてくださった愛に感謝をします。 私たちの人生の中に、主の御言葉があることに感謝します。私たちが常に主の方を向いて進むことができますように、イエス様が私たちの真の友となりますように、私たちも主の真の友となることができますように、聖霊が今日の勉強も導いてくださいますように。 主イエスの名を賛美して、主のイエスの名を高め感謝して祈ります。今日は真の友について学びましょう。アブラハムがどのようにして主イエスの友となったか見てみましょう。今日の本文、ヨハネの15-14の。ヨハネ15-14の。 私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。あなた方は私の友である。これはイエス様が弟子たちに言ったことです。創造主である神があなたは私の友達ですと言われたのです。 神様の言われている貴重な御言葉です。私たちにとっての大きな祝福です。なぜなら私たちは神の友だからです。イエス様の友だからです。友情というのは認識や信念だけで明かしされるのはありえません。 友情は行動や行為を通じてです認識と信頼に基づいた行動を通じて証明されますたくさん友達がいますが本当の友達はその行動によって認識されますイエス様が来られた時にどのように神の友となることができたのでしょうかヨハネの15の13から15 ヨハネ15の13、友のために自分の命を捨てること、これ以上の大きな言わない。15の14、私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。15の15、もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。アメン イエス様は3つのことを述べました。自分の命を捨てること、命じることを行うこと、父の御言葉を知ること、この3つのことを行う人が神の友,である神の友となるのです。 旧約聖書から新約聖書の時代まで生きた人はたくさんいますしかし聖書では神の友として一人だけしか記録をしていませんそれはアブラハムですアブラハムは神との約束を信じているということを口で告白をした時だけに 義になる人として認められました。アブラハムは神の信仰の働きを示した後に義なる人として認められました。信仰の働きを示した後にです。アブラハムはどのようにして神の友になったのでしょうか。 信仰と行動については書かれていることはヤコブの2:23のです。ヤコブ2:23、アブラハムは神を信じた、それが彼の義として認められたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。ヤコブの2章では信仰と行動についてです。 これは分けることができることができないのです。行,行いのない信仰は死になってしまいます。ヤコブはアブラハムが祭壇にイサクを捧げ神の友になるという行為について語っています。 創世紀22章のアブラハムのモリアさんへの旅のシーンを見てみましょうどのようにアブラハムが神の友となったか見てみましょうある日神はアブラハムに彼の一人息子であるイサクを焼き尽くす生贄として捧げるように命じました 焼き薬す水にというのは何が起こるか知っていますか建造物は細かく切る必要があります。これを想像できますかこの命令が私に与えられた時に私が従うことができるかどうか分かりません。しかしアブラハムは神の命令に従うことを遅らせませんでした。 朝早く起きて必要なものを全て準備し考えと感情が混じり合ったまま3日間歩きましたイサクは契約の創造人でしたイサクはアブラハムがとても愛した人でしたイサクは一人息子でしたイサクはアブラハム自身の人生魂でした ですから、イサコを捧げるということは自分の人生を捧げるということです。従って、アブラハムは神のために命を捧げたので神の真の友です。 他の人のために自分自身の魂を人生を捧げたからです。アブラハムは神の命令に完全に従ったのです。ですから神の真の友でした。ですから神が言われたのです。あなたは私の友です。なぜなら命令に完全に従ったからです。 アブラハマはどうして一人息子であるイサクを素直に提供することができたのでしょうか気が狂っていたのでしょうかお父さんたちがそのようなメールを受けたときに、つまり、そのようなことを言ったら何て言うのですか奥さんは必ず言うことでしょう。あなたは気が狂ったのではないですかアブラハマはどのように従うことができたのでしょうか アブラハムは信仰を持っていたからです。アブラハムはどのような信仰を持っていたのでしょうかアブラハムが持っていた3つの信仰を見てみましょう。1番目に神を恐れる信仰 創世記の22の住人、創世期22の住人、三つ替は言った、その子に手を下すら何もしてはならない。あなたが神を恐れるものであることが今分かったからだ。あなたは自分の一人子である息子すら私に捧げることを惜しまなかった。神を恐れるには3つが含まれています。 大きな信仰、大きな従順、そして大きな喜びです。アブラハンパク牧師は、救済誌シリーズを書かれた著者は言われました。神を恐れるというか、私たちは自分自身を確認しなければなりません。大きな信仰、大きな従順、大きな喜び、アブラハムのようにそのように持っていたかどうかを。 自分で確認をしてみなければならないのです。アブラハムは神を恐れる信仰を持っていたから、一人息子を捧げることができたのです。神のためにです。 2番目にアブラハムは復活の信仰を持っていましたヘブライの11の19ヘブライ11の19アブラハムは神が人を死者の中から生き返らせることもおできになると信じたのですそれで彼はイザコを返してもらいましたがそれは死者の中から返してもらったも同然です参照までにローマの4の21から25参考までにローマの4の21から25 アブラハムは復活を信じていましたこの世が想像されて以来復活はまだ起こっていないのにアブラハムは復活を信じていました私たちは復活したイエスを信じているので復活への希望が与えられていますしかしアブラハムの時代にはまだ復活は起こっていません しかしアブラハムが復活の信仰を持っていたのです私たちもイエス様を信じているのであれば私たちも復活への信仰を持つのです3番目にアブラハムの持っていた信仰は永遠の神への信仰を持っていました 創世宗の21の,33創世記21の33、アブラハムはベールシェバの一本に柳の木を植え、そのところで永遠の神、主の皆によって祈った。アブラハムが贖いの技に召されて以い来い、アブラハムが神は永遠の神であると神の信仰を告白したのは、これが初めてです。 アブラハムは人間は基本的に神から永遠の命を持っていると信じていました。しかし罪に陥るとその人は永遠の命を失います。しかし今、アブラハムは希望を持っていました。永遠の命の希望を持っていました。イエス様はこのような永遠の命を与えるために来られたのです。 ヨハネの3の16、ヨハネの3の16。ヨハネの中には永遠の命、永遠の命、永遠の命というのがたくさん書かれています。なぜなら、主は強調しているからです。死なずに生きることを言われたのです。 実際に死なずに生きる永遠があるからです。使徒パウロは私たちに秘密を教えました。永遠の命、変化という希望を私たち信じる者が持つ必要があると言われました。 信じる人にとっては私たちは復活の希望があります。もう一つ、より私たち信じる人たちにはさらに変化の希望があります。死なずに生きることです。 1>, 1コリントの15の51以降に書かれています。死なずに生きる永遠の命です。アブラハムは神からの貴重な御言葉、契約の灯火である御言葉を受け取っていたのです。アブラハムの信仰の働きを通して、 神は人間人。堕落した人間が神の真の友にある、なる方法を示しました。どのような方法でしょうかアブラハムは命を得て、忠実を得て、そして神の友になったのではありません。3つのことを行わなければなりません。私たちの人生を神に捧げること、神の命令に従うこと、 父なる神から救済士の御言葉を受け取ることです。この3番目です。御言葉を受け取ること、御言葉を聞くこと、主の御心を知ることです。そしてその次に私たちが進むのは忠実になることです。従うためには、それを訓練していくと。 私たちが神に命を捧げることができる地位に行くことができます。その時に神があなたは私の友ですと言ってくださるのです。 私たちは御言葉を知ることです。従うことです。そして神のために命を与えることです。まず最初には、捧げること、一緒に行ってみましょう。ブルースラー、神に捧げるということです。そうすると神があなたは友ですと言ってくださいます。イエス様も言われます。あなたは友です。 そしてアブラハムが受けた祝福を皆さんが受け受けて味わうことを望みますガラティアの3の 9, ガラテ3 9それで信仰によって生きる人々は信仰の人アブラハムと共に祝福されています私たちにとっての質問です すでに御言葉を聞きましたかすでに完全に従順ですかすでに人生を捧げましたか私たちの人生を神に捧げましたか私は主イエスの皆によって祈ります。この世の友ではなく、私たち全員が真の神の友になりますように。アメンハレリア、祈りましょう。 私を感謝します。私たちに言ってくださいました。私たち、罪となった人々が神の友になる方法を教えてくださいました。私たちが神の言葉、神の御言葉を知ることによって、神の命令に従うように進むことができます。 その次に私たちの人生を捧げることができます。私たちの人生を捧げて、神の仕事のために捧げることができます。主に感謝をします。今日与えてくださった御言葉に感謝をします。私たちがこの3段階を進むことができ、私たちが喜んで神の真の友となることができますように、 私たちの人生を注げます。私たちの祈りを通して、主に、主イエスの名だけを高めることができますように。アメン皆さん、コメントなどがありましたら、この YouTube の下のコメント欄にどうぞお書きください。 聖書の勉強にどうぞついてきてくださいオンラインでの勉強は木曜日と金曜日に行っています月曜日木曜日金曜日もあります恩恵を受けてみましょう 私たちに与えられた御言葉を受けましょう。ここで止まるのではなく、人々にも伝えましょう。私たちの周りの人々にも伝えて、彼らも神の真の友となりますように、次回お会いするまで、シャロン、伝道しましょう。